ウッドデッキ Q&A、 イペ材でウッドデッキを作りたいのですが、どうですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。では、イペ材についてお答えします。イペ材は硬質で木目が詰まっていて美しく、不朽がなくて本当高級感がありますよね。はい、ですから、まあ、もう15年ぐらい前から公共施設に随分使われているんですよね。アクアラインの海ほたるとか六本木ヒルズのウッドデッキやいろんなところに使われてますので、安定した供給が あったということですね。あと一平材の成分は高い防風防虫効果があるので、シロワニにも強くて耐久性が高い木材ですよね。はい、ラパコールっていう成分が含まれていて、それが防風防虫作用が強いみたいですね。あとイペ材の表面はささくれが立ちやすいので、素足で歩くウッドデッキとかには向いてないですね。年数が経つと乾燥してくることによってちょっと割れたりささくれが目立ってくるような感じですね。ですから裸足ではちょっと無理なので、靴を履いて利用するみたいな、そういうボードウォークみたいなところに適してます。あとイペ材はもう随分乱獲されちゃって、材料が今不足しているようなので、金額ものすごく値段が高くなってますから、扱いにくいというような、そういう点があります。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301、 お電話お待ちしております。